皆さんヤッホーリークチャンネルのアルミです。今日はねサムネにもある通りお父さんが手術をすることになりましたまあそんなあの病気はそんなひどくない病気なので安心してください。あの、前に12月くらいかなあの、お父さんがさこの動画に入院しましたっていう動画をアップしたじゃんで1週間くらい入院してたんだけど。 で、その時あの分かった。病気が胆嚢炎っていう胆嚢に石ができちゃう。病気なのね。で、あのまあその時入院して点滴して散らしてもらって、もう完治はしてないけど、もう症状はなくなったのね。症状は治ったんだけどで、やっぱり。その後また病院行って検査したりして。し でやっぱり手術した方がいいって言われたの、ね、胆う炎ってその時点滴して治ってもまたね石はそのまま残ってるから再発しちゃうんだっていつかねまた再発しない場合もあるけどしちゃう時もあるから手術してその胆のを を取っちゃった方があの安心するよって言われたから手術をすることに決めましたで一月2月くらいにその手術のためのあの検査いろいろ検査やるんですよ手術するために心臓の検査とかいろいろやって。 で今日さっきねお父さんが病院から帰ってきて手術の日程がね分かったので、まあ、皆さんにね心配かけないための報告とあとやっぱり前の入院の時も1週間入院してで今回の手術もあの多分1週間くらい入院になっちゃうと思うからもしかしたら動画アップする頻度がねちょっとあの落ちちゃっち,ちょっとあんまりアップできないかもしれないので、まあ、その報告ですね。やっっっっぱりそののの時にななななててててさどうししたの動画アップいみんな心配 しちゃうと思うからまあ今のうちにねまあ、手術はもうちょっと先なんですけど今早めにね皆さんに報告しますでまあやっぱり、ね、お父さん手術ってなるからもう 手術してる間1週間くらいロミー家でね一人ぼっちの日はロッキーリクらイハングリーちゃんミルちゃんはいるけどまあちょっと大変に、ね、なっちゃいそうですねみんなの散歩行ったりとかうんちさせたりとかでもロミーもう春休み入ってちょうどまあ、来週から研修があるんだけどまあ、研修終わってからだから手術が。 だからそれは安心。前は学校行きながらロッキーの散歩して <laughs> だったから本当に今回春休みなんでねめちゃくちゃ安心しましたそう休みに合わせて手術の日程もね決めましたレイレイはいお座りしてレイちゃんパパが手術したらあの、ロミが散歩行くからねおりこにできるできるかなでその胆の炎っていう病気はまあなんか普通に お,お父さんくらいの年の、ね、年齢の人に多いらしくて脂っっっこいももので痛くなっちゃったりもするんだってだからその入院した後からはやっぱり脂っこいものにあの揚げ物とかに気をつけてたんだけどまあ今のところ痛くななってないですだからこのまんま痛くなんなければいいんだけど石は残ってるからまた痛くなったらもう相当痛いらしいのマジでめっちゃ痛そうだったでだからやっぱり取っちゃってもうこれから再発しない方が安心できるかなと思ってまあ ね、お父さんと相談してロミの休みの日に合わせて手術の日程決めましたでもねやっぱり前は急に入院だったから本当に病院行って今,今日から入院してくださいみたいなでも今回はもう入院する日が分かってるからその時のためにいろいろ準備してロミもちゃんとねロッキーたちのお世話とかできるようにまあ頑張ろうね 1>, 1週間くらいかな多分なんかひあの手術してその後すぐに良くなれば早めに退院できるしちょっと血液検査引っかかっちゃったとかだったらちょっと伸びるしみたいなでも大体1週間くらいで退院できるらしいから1週間のみお世話頑張りたいと思いますでまあやっぱりね一りぼっちのルーティンとかもねちょこちょこ取りたいなと思うので、まあ、あのもし何かリクエストとかあったらコメント欄に書いてください。 れいちゃんを離婚にしようね。分かった。また1週間会えないね。前も1週間会えなくてすごいね。ロッキーとレイまり、あ、くも寂しがってたからね。今回もね。寂しいね。ロッキーれいちゃん。で、あのりくチャンネルね。見てくれてる方ならわかるんだけど、ちょっと。まあ前より。 あの動画アップする本数がちょっとね少なくなっててやっぱりお父さんそのいろいろな検査とかがあってちょっと少なくなっちゃったんだけど、まあ、お父さん入院あの手術終わってあのもう退院したら、まあ、ちょっとずつね前みたいに毎日投稿をねできるようにロミも頑張ろうと思うので楽しみにしててください、まあ、もうちょっとですねお父さんの手術はあのもうちょっと先だから、まあ、また手術するってなったらインスタツイッターとかで報告してでまあ独人ぼっちルーティーンとかもね取っていこうと思います。 であといいつももの優しいコメントもあねであとね本当にねいつもね優しいコメントありがとうございますお父さんのねその入院した動画でも「大丈夫?」とか「お大事にね」とか「ひどい病気じゃなくてよかったね」とか本当に優しいコメントいつもありがとうございます。本当にその時不安で もうす,すぐ入院めっちゃね朝から病院行って結構夕方まで検査とかにかかっててで夕方今日から入院ですみたいなの言われて本当にもう超不安でなんかすごい病気だったらどうしようとか。でも本当にあの命に命関わる病気 じゃなくて本当によかったですまあ,あの病気になっちゃったのはよくないけど、まあ、病気の中でもひどくない病気だったからマジで安心しましまたであとお父さんがね不安って言ってたのはあのご飯が食べれるかだよね前も入院して4日くらい食べれてなかったの4日5日くらいは何も本当に食べれなくて水だけでその後おかゆ本当にもうとろっとろのおかゆ。 で、あのー、まあ、ちょっとずつ、おかゆから、ちょっと進化していってみたいな感じだったから、まあ、今回どうかわかんないんですけど。ご飯が一番不安ですね。まあ、退院したら、ロミオ美味しいご飯をいっぱい作ってあげようと思います。で、ロミが一番不安なのは。 えー、ロッキーたちの散歩かな、まあ、学校ないから早く起きなくていいからそれは安心前は朝早く起きて1匹ずつ散歩連れてってから学校行ってたので起きれなくて寝坊した時もあったから本当にマジでね、あのー、学校休みの日で本当によかったでバスで学校行ってとかめちゃくちゃ大変でしたねもうくったくた帰ってきた頃にはお父さんの病院行って帰ってきってまた散歩行ってみたいなマジで大変でした本当にでもまあ今回ね本当に休みで良かったですね であの手術するために本当にいろんな検査やったの、まあ、血液検査とか心電図とかもう全部の検査やったんですよもうつ,ああのつま先から頭までみたいな本当に全部検査してでいろいろ検査できたからもう胆の炎以外の病気は何も見つからなかったからそれは本当に安心ですね本当にこの手術のおかげで全部検査できたのは良かったなと思いますだからもう胆の炎だけ治しちゃえばもうお父さん最強です じゃあね、まあ、ということで今回は本当にお知らせあのご報告の動画だったんだけど、まあ、あの本当に大した病気じゃないので皆さんあの心配しないでください本当にロイもねあの安心してそんな大きい病気じゃなかったからでもまあ動画の頻度が落ちるよっていう報告でしたで皆さんもねもしかしたらあのおうちの方がね病気になっちゃったりとか一人で家のことやらないといけないってなったら、まあ、頑張ってください本当にねやっぱり病気一治すことが一番だからロイも。 1>, 1週間の入院の時にね頑張りたいと思いますあの一人ぼっちのルーティーンも楽しみにしててくださいじゃあということでねまあ明日から普通に楽しい動画アップするので楽しみにしててくださいリクエストとかもあったらどんどんコメント欄に書いてくださいまた次回の動画でお会いしましょうバイバーイ <laughs> fix things that weren't broken misunderstandings and words unspoken